札幌公園は今回のソウル市民の大千秋楽となりますが、ソウル市民は1989年にアゴラで初演されて、その後劇団のレパートリー作品となるまでどのような歴史を重ねてきたのでしょうか。そうですね、89年に公演をして、当時はインターネットもなかったので、本当に評判が徐々に広がっていって、でもその2年後の91年には初めての旅公演で、東北ツアーに行って、その時の東京の公演が初めて劇評がたくさん出まして、で劇団の評判も一挙に広まって、でさらにその2年後の93年には初めての韓国公演でこれ上演して、その時は全編韓国語でやるっていう無謀な企画で、俳優たちは1年間韓国語を習得してやったんですけど、そういうことで本当に、劇団の成長とともにある作品ですね。で、海外でもいろんな場所で上演をしてきましたし、それから私の演出だけではなくって、フレデリック・フィスバックが、日本人の俳優を使って世田谷パブリックシアターの企画で上演したものが、翌年ですね、アビニョン演劇祭の正式招待演目として上演をされたりですね、それからアルノ・ムニエという演出家が、これは、フランスの俳優を使って作った作品が、シャイヨー国立劇場のシーズンオープニングに上演されたりということで、海外でも非常に評価の高い作品だと思います。はい、上演初期の成功から青年団の作風がこう演劇界で静かな演劇と呼ばれるようになったかと思うんですけれども、後に現代交互演劇理論を確立されるにあたって、この作品はどういった位置づけというか。そうですね、86年に大学を卒業して、何か やっぱりオリジナリティのある演出を模索していた時で、先にある程度方法論は確立したんですけど、あんまりそれが何に使っていいのかがよく分からなかったんですね。それ例えばその近代文学で言えば、その二葉亭四迷とか、国木田独歩が言文一致は確立したんだけど、書くものがないって言って、みんな小説から離れていってしまう。で、それが島崎藤村の破壊によって、その社会性を持つリアリズムというものが何に役立つのかってことが証明されたのと同じようなことが、僕一人の中で起こって、ソウル市民という作品を作ることによって、この作品を書くためにこの方法論はあったんだなと。要するに1909年の、ソウルに暮らす日本人の生活を克明に記述するっていうことが、ある種のその強い力を持って観客に訴える部分があるってことに、自分自身が気がついたっていうことですね。それが後々の現代交互演劇の理論に、成熟していくってことかなと思います。今その方法論のお話とこう中身のお話っていうふうにいただいたと思うんですけども、こうリダさんがこう1984年に韓国に留学されたっていう経験は、今回のソウルを舞台に作品作りに関係はしてるんでしょうか。こんなふうに具体的には考えてなかったんですけど、一つは やっぱり韓国語を学ぶ過程で日本語というものを非常に客観的に見直す機会があって、そのことによって、日本語ってのはこういう構造になってるから、今までの日本の戯曲っていうのが日本語からちょっと離れたものになってしまうんじゃないかってことが、比較的こう科学的に分析できたっていうことが、後々の理論立てに役に立ってたことは確かです。それとそのソウルを舞台にした作品が出世作になったっていうのは、偶然なんだけど、ある種の必然はあったかもしれないですね。では、
2023年に札幌で、はい、あのソロ市民をご覧になる家族の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。はいはい、まあ、北海道はですね、毎年のようにワークショップとかに行ったり、小さな公演をいろんなとこに呼んでいただいてやったりとかですね、富良野や幕別などでも上演してきたんですけど、青年団本体が札幌でやるのは20年ぶりぐらいと聞いております。本当にあの楽しみにしてますし、劇団員一同すごく張り切ってますので、またあのこれからはですね、去年の年末にはあの江別にも伺いまして、札幌からのたくさんお客様が来ていただいて、いますので、まあ、できればですね、まあ、毎年とは言わなくても何年かに1回ぐらいはあの来られたらなと思っておりますし、あのソウル市民はそういうわけで、あの東北公演はしたんですけど、あの青森はまで行ったんですけど、津軽海峡を渡るの初めてなので、あのぜひあの皆さん楽しみにしていただければと思います。